航空自衛隊とアメリカ空軍 F-15 戦闘機10での沖縄周辺で、異例の訓練をしたとの情報をキャッチしました。今回は、この、日米、F-15 戦闘機合同訓練を詳しく見ていきますね。台湾周辺の緊張が一段と増す中、日米の対中国での抑止効果は必要です。2022年8月9日、沖縄周辺の空海域において、日本の航空自衛隊の戦闘機とアメリカ空軍の戦闘機とが、合計で10機参加した合同軍事演習が行われ、ペロシ下院議長の台湾訪問後に激化する中国軍の活動を牽制するものだと報じられた。今回の合同軍事演習に参加した10機の戦闘機の内訳とは、航空自衛隊側がなわ、基地所属の F-15 イーグル4機、アメリカ空軍側が、嘉手納基地所属の同6機であり、もともと沖縄に常駐する戦力同士が、有事における連携を図った形と言えそうだ。沖縄におけるアメリカ軍の活動は、8月4日から、中国軍が、ペロシ下院議長の訪台への意思が絵師として開始したであろう台湾の周囲6カ所を取り囲む、大規模な軍事演習を背景に、少しこれまでと異なる動きも散見されている。ことに、中国軍が軍事演習初日の4日に短距離弾道ミサイルを発射したことに関しては、アメリカは希少な RC-135S 電子偵察機を投入して情報収集に従事させた模様で、中国軍の短距離弾道ミサイルの実際のデータを詳細に入手したと見られている。また、アメリカ軍では、戦闘機の空中での稼働時間や航続距離を大幅に延伸させることが可能な KC-135 空中給油機を、先月2022年7月の末から嘉手納基地に増派しており、合計で19機の同機が待機するなど、台湾有事を睨んだ姿勢が伺えた。先月の7月には、延べ3日にわたって、航空自衛隊から F-15 イーグル、F-2 等の計20機の戦闘機、アメリカ軍からは、本土からこのために派遣された F-22 ラプターや F-35 ライトニング 2A 型等を含む計32機が参加した合同軍事演習も行われている。ここには、アメリカ軍の E-3 早期警戒管制旗や KC-135 空中給油機、B-8 哨戒機等の戦闘機以外の機体も動員され、日本海、太平洋、東シナ海の大きく、3つの空海域にまたがる合同軍事演習となっており、日米の航空戦力の連携強化が図られたと言えよう。こうして見てみると、日米での合同軍事演習の頻度は増しているように感じられるが、実際、今年2022年は、7月までに、すでに51回を数えており、同時期では、2021年が34回、2020年が23回だったことに、比して大幅に増加していることが見て取れる。それだけ今回の中国による台湾に向けた軍事演習や、北朝鮮による各種の弾道ミサイル、巡航ミサイル等の発射回数の増加、ウクライナ侵攻を、今、まさに、実施中のロシアの動向など、日本をめぐる安全保障環境の悪化を反映した結果だと思われる。こうした外的な安全保障環境の悪化に伴い、日本の防衛を担う方策としては、従来以上に、在日アメリカ軍をはじめとする、部隊との連携を深め、連動を向上させる狙いがあると感じられるが、少し内容にも変化があるように見える。それは、今回取り上げた、今年の日米での戦闘機を投入した合同軍事演習では、前述したように KC-135 空中給油機の存在が大きくクローズアップされている点であり、戦闘機の行動半径を、これまで以上に拡大させる意図が感じられる部分である。
日本の航空自衛隊では、空中給油機としては、ボーイング社の KC-767 を4機、同社の KC-46A を2機、予算上は、追加で4機分を確保中保有しているが、今回、沖縄に、KC-135 空中給油機を19機集結させた、アメリカ軍と比すれば、その数ははるかに少ない。今後、南西諸島の防衛に対し、さらなる強化が求められる場合には、これまでで、KC-767 を4機、KC-46A を6機の10機までの取得が進められている、空中給油機の追加も、視野に入れておく、必要があるのではないかと、個人的には思えている。さて、こうした航空自衛隊やアメリカ軍の戦闘機の合同軍事演習の実施や、それによる日米での連携の強化についてだが、今の中国の台湾に対する軍事演習の強行を目の当たりにして、大多数の日本国民はやむとくないと考えているだろう。少なくとも、今年2022年の参議院選挙等の結果を見る限りでも、日本の世論の多数は、一部の政党や団体、そして、冷戦構造時からそうも変わらず、稚拙な反米や日本の軍備を、ことさらに危険視するような左派の主張は、ほぼ支持されていない。しかし、日本の大手マスメディアを含めて、色濃く残るこうした左派の活動や主張は、マッチポンプのように、それらの媒体で繰り返し記述されるゆえか、なぜか、それらの中では、多数派で民意を得ているかのような報道のされ方を多数目にする。ソシウタ中の代表格でもある日本共産党は、自身の機関紙である新聞赤旗市場において、2022年7月17日付の記事で、日本が戦争を回避するために取る行動は、外交努力によるものでなくてはならないと、いつもの論調を繰り返している。新聞赤旗では、ロシアによるウクライナ侵攻、つまり、いわゆるロシア・ウクライナ戦争が始まった2022年2月24日以降、海上自衛隊とアメリカ海軍との合同軍事演習が目に見えて増加しているとして、その頻度の増加を問題視している。そこでは、ロシア・ウクライナ戦争の開始までの1月と2月では、合計で4回に過ぎなかった。海上自衛隊とアメリカ海軍との合同軍事演習が3月以降7月中旬までで計22回にも激増していると記述し、その増加に警鐘を鳴らしている。加えて、海上自衛隊とアメリカ海軍との合同軍事演習は、主として東シナ海、南シナ海、及び沖縄の周辺の空海域で実施されており、ロシア・ウクライナ戦争を口実として、対中国を想定した日米での戦争準備が進んでいるかのように書き立てている。また、現岸田総理が2022年6月に開催された NATO の首脳会議に参加した際、これまた、ロシア・ウクライナ戦争を出しにして、中国との軍事的対峙を打ち出し、NATO 並みの防衛費対 GDP 比で 2% を表明したことを非難している。新聞赤旗の論旨は、たとえ、中国が、軍事力をいかに強化しようとも日本も、それに対応して、軍事力で対抗しようとすれば、いずれ直接的な軍事衝突が引き起こされ、最前線に当たる沖縄が、再び戦場と化し、多数の犠牲者を出すというものだ。こうしたロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにしても、空虚な平和論を繰り返すだけの内容が、大多数の日本人に支持されていないことは明白なのだが、左派の主張は、大同小異は、あれ、とおおむね、これに間骨脱退を施した論旨が大半である。沖縄が、再び戦場になることを歓迎する日本人など、ほとんどいない上、相手に合わせて、こちらも武器を持つことによって、自身が攻撃される可能性が増すという、ロジックが受け入れられる人間は、世界でもほとんどいないだろう。むしろ、こうした左派が戦争になれば、
一般の市民に犠牲者が生じる恐れがあるから、その事態を回避するために武器を持つこと自体を止めようというのであれば、昨今開発著しい各種の無人兵器の開発を積極的に認めるべきではなかとすら感じる。それら無人兵器が増えれば、敵側はそうした兵器による自軍側の損耗を恐れて攻撃に慎重にならざるを得なくなり、結果としては開戦に踏み切る判断を躊躇する可能性が高まるとは考えないのだろうか。これは単なる例え話であり、皮肉の一種とも言える問いかけではあるが、自国民の生命の保持だけが最大の問題だというのであれば、一向に値するとも思えるのだが、武器そのものを危険視する考えを彼らが改めることがないのは、想像に難くない。